クローバー東京 V3 達成。自信はありましたね。みんながやっぱ上がってきてるっていうのが嬉しいですね。上がり続けてるっていうのがやっぱ理想だと思うんで、やっぱ人があったらやっぱ楽しいですし、おもろいこといっぱいできますし、いいことしかないんで。入って3日目の子が店に対して意見するのってすごい難しいと思うんですけど、それができるお店ってでもすごい素晴らしいと思って。年齢立場に関係なく自由に意見できる環境、それが結束力となり店舗の力となる。一番店を愛してたからですか。あいつ自身がこいつらの夢を叶えたいってほんまに思えたから腹くくったやろうし、あるものを全部潰して一からやれたことが良かったっていうのと、それに対して従業員が本気なやつだけが残ってったと。まだ発展途上やとも思ってるんですよ。 V3 がゴールではない。白金愛妃の目には理想の未来が見えている。今月はちょっとグループでもいろいろ動きがあったら好きだと思うんで、怖いというかは楽しみですかね。8月号店舗売上ランキング第10位2ランクダウン、ドキドキゴーファースト。第9位1ランクアップ、ユニバーサル。第8位1ランクアップ、ドキドキゴープログレス。第7位1ランクダウン、クローバーユナイテッド。第6位1ランクダウン、ラブホリック。第5位2ランクダウン、クローバー大阪。第4位2ランクダウン、クローバーセブン。8月のトップ3はこの店舗だ。代表矢吹裕太率いるドキドキ GO、クローバー東京ばっかり店舗ナンバーワン取ってるんで、ドキドキ GO 僕たちが阻止しに行きます。打倒東京の急先鋒となるか。代表翔太率いるクローバーレイブ、まあ、海藤というね、心強い、仲間がまた、戻ってきてくれたんで、あとはもう、まあ、1位というか、自分たちの目標に向かって、精一杯やりきるだけです。かつての勢いを取り戻すことができるのか。代表白金愛妃率いるクローバー東京、まあ、でも取れるものはしっかり取っておきたいなというのと、まあ、多分どこの店より多分うちの子が店よりっていうのを意識してくれてると思うんで、ナンバーっていうのも意識してくれてると思うので、まあ、あとはやるだけだと思います。前人未到の4連覇へ挑む頂点に駆け上がるのはどの